これでいいか。グリームブロッサムなんだこれ。材料。魔法耐性。もらっとこう。で、どっか行っていいの？わわわわわ。どうなってんだ。まあでも。どうなってるのかな。いや、これセラーナがいないんで、やっていけるかな。踊ってますわ。宝箱。編成、あ、もうこれはいいか。ここも暗いね。さあ、引けない。くそ。びっくりした。で、こう来て、下に降りて。水が流れてて、いや、もっこいな、どうなってんのこれ。違うか。違うっぽい。上か？いや、ここはあれか。閉じ込められる場所か。尋問室みたいな。戻ってきました。いけない。こうか。あ、いけない。とりあえずなんか動いたよ。罠やった。いやー、暗くてね、見えねえわ。松明。どうなってんのこれ。向こうに行ったのか。
上がれる？上がれない。こっから上がったよか。消える。なんだこれ。この祭壇っぽいのは関係ないか。まあ、大したことないよね、この毒。よっと。まだいる？そうでもないか。この先行くと、なんだこれは。めっちゃ光ってる。いや、暗いとこやだな。せっかくソウルケルンから帰ってきたと思ったのに、また暗いとこ行くってね。出てこい。ほらほら。よし。で。大丈夫か？黄金か。麻痺の杖。へえ。もう解いてもらおう。はい。さて、何がありますかしら。オッケー。どこにいるの？あ、いたいたいた。オッケー。出たんか。ドゥーマーの小さなレバー。いや、いかんな。アイテムがいかんせんたくさんありすぎだ。
こんなとこで行こう。で、ここ渡るの？渡れる。二手に分かれてるか。あ、見づらいな。オーケーオーケー。やられんちゃうの。大丈夫かセラーナ。声を上げてるところはなかったんで。ん？この辺にいる？いるよ。誰？どこから来ました？え？戦っていいのか？吹っ飛んだよ。ポイズンブルーム。やばい、やられてたな。なんだろうね、この色の石。白笠キノコのでっかい版みたいな。この辺全部そうか、毒の花だな。割れそう。え、何すんだろう。とりあえず降りるか。谷のサーベルタイガーってのは単純にここの野生の生物かな。敵みたいな、そんな感じもなかったよな。サーベルキャット。こいつだけか。これなんですか？谷の鹿。すごい川やね。ただの鹿のような気もするんで、いや。
谷の鹿取ってこいってなってくると、まあまた来なきゃいけないけど。あ、なんか聖堂があった。おー、びっくりした。ビビらすなよ。守り神か。はい、一つ目。ようこそ新人よ。ここは光の祠だ。光がないよ。アーリエルの神言を受ける光栄によくし、その水差しを悟りの水で満たすか。光の祠かしら。行ってみましょう。ようこそ新人よ。ああ。ここは光の祠だ。ああ。では、アーリエルの祝福を受けるがいい。採用聖域へ導く光が何時と共にあるように。出ました。光が行く手を照らさんこと。ありがとう。いやー、なるほど、こんな感じで進んでいくのか。はいはいはい、了解です。アリエルの光が行く手を照らさんこと。まあ、これ俺が別に水差しをこう差し、あ、差すわ。水を汲む。水汲んだ。これをあれか、持っていくわけか。なるほど。じゃあちょっと一旦ここで休憩しましょうか。アーリエルの光が行く手を照らさんこと。アンガットさん、はい、ということで、これね、アーリエルの試練と言っていいのかな、を今受けていると。試練じゃないな。採用聖域に向かっているところです。で、2つ目の祠をこれからくぐるところです。はい、いや長いね、意外と。これね、水差しを満たす、満たしていくのか。はい、それでは、ここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。